はい、皆様こんにちは。函館ワインをマダンカシー召喚です。はい、この YouTube を見ている日本人の方で、海外のお友達や知り合いがいてですね、一緒に北海道函館旅行をするという機会に恵まれるという方いらっしゃると思うんですね。そんな時にですね、飛翔体験をさせてあげるととても喜んだりします。海外のお客様の衣装体験となりますと、着物、振袖とかが多くなります。浴衣も多くなっていきます。ですがね、最近の傾向としましては、このようなね、美女たちがドレス体験をしてとても喜んでいます。やはり世界共通でプリンセスになりたいという願望があるようです。ですので、はい、海外のお客様だからといって着物と決めつけつけにですね、はい、着物もドレスも着ることができる当店に来て、はい、好きな衣装着ていいんだよと背中を押してあげると、とてもね、ハッピーな気持ちになっていただけると思います。あなたの旅行のプランの立て方最高ねと褒められちゃったりとかします。ということで、ぜひ詳しく知りたい方ですとかは、当店YouTube 説明欄のところにも電話やメール、LINE などでお気軽にお問い合わせいただければと思います。それではまたお会いしましょう。函館ワインをマダンカシー召喚でした。